スペインの大学ではボローニャプロセスが導入されている。欧州資格フレームワークにおいて、スペインの上級技術者はレベル5、学士はレベル6、修士はレベル7、博士はレベル8と定義されている。現存するスペイン最古の大学であるサラマンカ大学1208年にはカスティーラ王国のアルフォンソ8世の治世でパレンシア大学が設立されたが、 1212 12年には閉鎖されるなどして短命に終わった。1218年に認可されたサラマンカ大学はフェルナンド3世以降の国王の庇護を受けて成長し、1311年から1312年に行われたビエンヌ公会議ではボローニャ大学やオックスフォード大学と並んで称されている。ボローニャ大学の影響で南ヨーロッパには法学を重視する大学が多く、 イベリア半島の大学のこの流れの中にあった。1260年にはバリアドリット大学が設立され、法学分野ではサラマンカ大学に次ぐ存在だった。アルカラデエナレス大学を設立させたシスネロス教1300年にはアラゴン王国発の大学としてデリダ大学が設立されている。16世紀から17世紀に設立された大学の多くは アルカラディエナレス大学を除いて短命に終わった。アルカラディエナレス大学は既存の大学とは異なり、法学部を設けず、ルネサンスの流れで古典文芸を中心に据えた。この時代には1538年にイスパニョーラ島に設置されたセートマスワクイナス大学を皮切りに新大陸の植民、プロテスタンティズムの影響などを危惧し、フェリペ2世の知性では原則として、 国外留学が禁じられた民主化以前からの数少ない私立大学であるデウスト大学民主化後期後の1980年代には各自治州で相次いで公立大学が設置された1980年代まで私立大学はデウスト大学、ポンティフィシア・コミージャス大学、サラマンカ・ポンティフィシア大学、ナバーラ大学のカトリック大学4大学に限られていた 1990年時点では29の公立大学、1の国立通信教育大学、4の私立大学があった。1991年4月の大学設置法では一部の学部で4年制が認められ、私立大学令が制定されて、大学設置基準が緩和されたため、マドリードとバルセロナに計7の私立大学が設立された。2006年には、 私立大学が23校にまで増加した。2007年時点で、公立大学、私立大学を合わせて73校の大学がある。総学生数は約142万人であり、学生比率は、公立大学が90.2%、私立大学が9.8%である。詳細は、スペインの教育を参照1990年に教育制度基本法が交付されてから、 スペインの学校教育制度は4段階に分かれている。0から5歳の幼児教育、6から12歳の初等教育、13から16歳の中等義務教育、17から18歳の後期中等教育であり、初等教育と中等義務教育の10年間が義務教育期間である。2年間の後期中等教育の成績と、毎年6月から7月にかけて、各自治習で行われる。 大学入学資格試験の成績の2種類を総合的に評価して大学入学資格が与えられる。2008年に導入された新制度では大学課程は3課程からなっている。4年間の学士課程、専門職業教育を主体とする1から2年間の修士課程、研究を主体とする3年間の博士課程であり、学士課程を修了した学生は修士課程、または 博士課程への進学が可能となる。大学中退率は約30%にも上る。多くの大学は、夏季休暇にあたる6月から9月に夏季講座を開講している。毎年約10万人が夏季講座を受講し、その平均年齢は約30歳である。メネンデス・ペラーヨ国際大学、アンダルシア国際大学という2校の夏季専門大学が存在する。マドリード・コンプルテンセ。 大学バルセロナ大学サンティアゴでコンポステーラ大学 QS ワールドユニバーシティランキングスによる大学ランキングエルムンド氏による大学ランキング U ランキングによる大学ランキングを掲載している。ありがとうございます。